にゃー本当に茶番が多い俺はね。どうも、エワツだ、ユーピーだぜ。まあ、最近ですね、ユーピーさんニット帽多いなと思われた方もいると思うんですけれども、去年のね、冬ぐらいも動画で言いました。ユーピーはね、髪の毛をセットするのがめんどくさくなるとニット帽に逃げる癖があるんです。だからこれ撮るよ、撮るとね、ほら。もう全くセットしていないからもうこんな感じなんですよ。めっちゃ気持ち悪いでしょ。まあ、そんな感じ。まあ、そういう理由。だからね、俺のニット帽の下は、すごく髪の毛がね、ぺちゃんこと、思っていただければいいと思います。で、今日なんですけれども、まあ、僕ね、なんていうの、おしゃれ大好きじゃん。だから、日頃からね、おしゃれなものを取り扱ってるお店だとかは結構チェックしてるんですけれども、今日ね、なんか新しいの入荷してないかな、みたいな感じで、まあ、あるお店に行ったんですよ。そしたらですよ。まあ、タイトル、もうバーンと出てますけど、ゲータ系リンゴジュース見つけたんですよ。せーの、はい !1300 円のリンゴジュースでございます。ベロロロロー。これここにね、メイドイン長野って書いてますね。見てよ、ここの部分。なんかスパークリングワインかのようなね、このパッケージですけれども。まあ、これは内容量がね、500ミリなんですけど、これがね、半分のやつ。それが、500円。500円ちょいかなぐらいで売ってました。でも、ゆうぴーさん、そんな買うってなったらさ、そのちっちゃい500円のね、ちっちゃいやつ買ってもしゃあないと。ドカンと、でっかいのを買いました。いや、いいっすよね、なんかね。いや、待って。これさ、インスタでしょ。これはインスタ行きでしょ、これは。あー、いいぞ、リンゴジュースいいぞ。お前最高の被写体だよ、お前。撮られる価値あるある。まあ、見た目がね、ちょっとこういうスタイリッシュな感じなんで、グラスもね、スタイリッシュにワイングラスでいきたいというふうには思いますよ。いや、待って。ちょっと雰囲気が違うわ。こんな感じじゃない。ちょっと雰囲気おしゃれにします。いきますよ。せーの、はい、ということで、ナイトモードに変えました。やっぱりこっちの方がね、おしゃれ加減は出るよね。飲んでみましょう。で、さっき言わなかったんだけど、なんか下の方にね、沈殿してるんですよ。これリンゴのすりおろしかな。こうして混ぜた方がいいよね、きっと。いやー、ちょっと楽しみだね。でも、はい、じゃあちょっといただきたいというふうに思います。 Cheers。 あ、思ってたよりリンゴのその濃厚っていう感じじゃねえ、ないんだよね。なんだろう、すっごいね、すっきりした味わいなんだよね。あ、これうまいぞ。まあ、確かにこう、リンゴの果汁をギュッとぶち込んだような感じはするんだけど、こう、ドンとくるその果汁の後残り感っていうかね、それがないんだよ。もうすっきりしてる。まあ、だから、それに売ってるような 100% 果汁のリンゴジュースとは、もう全然違います。うん、ごめん、なんかね、飲み進めちゃう。もうずーっとこう、飲んどきたい。もうだってあとこんだけだよ。やろー、もっと楽しみたい、もっと飲みたい、やろー。いや、もったいないわ。ちょっとこれ残しとこう。ちょっとね、これ冷蔵庫に入れて大事に大事にちょっと飲みたいと思います。あとこんだけだけど。やら、ほんとにやら。こればっかりはね、飲んでほしいな。まあ、これに対して1300円出す価値があるかっていうと、1300円のリンゴジュースの味を知るっていう経験で買ってほしい。だから、これが1300円実際に価値があるかっていうと、それわからないけれども、それぐらいの値段を出して飲むリンゴジュースの味って、あ、こんなんなんだという、まあ、経験はね、ぜひしていただきたい意味で、まあ、買ってもいいんじゃないかなと思います。ということで、終わりたいというふうに思います。今日は、こちらの、結構高級な、リンゴジュースを買って飲んでみたでした。じゃあね、どーん。ワイングラス越しのユーピー。